討論の申し出がありますので、これを許します。木村弥生君。はい。木村君。はい。自由民主党の木村弥生です。私は自由民主党無所属の会及び公明党を代表し、ただいま議題となりました郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論を行います。はじめに、このコロナ禍において、感染リスクに向き合いながら、地域に欠かさぬ社会インフラとしての職責を日々されておられます郵便職員の皆様に、心より感謝と敬意を申し上げたいと思います。まず、今回の法案には、手紙、はがきなどの通常郵便物について、現在の週6日以上の配達を週5日以上に緩和することが盛り込まれております。これにより、土曜日の配達が休止となる予定ですが、現在土曜日の郵便物の配達を担当している約5万5千人のうち、約 85% に当たるおよそ4万7千人が、平日における郵便物の配達や荷物の配達に再配置が可能となるものです。また、通常郵便物の送達日数について、郵便物の差し出しの日から原則3日以内の配達を原則4日以内に緩和することとしております。これにより、現在深夜の時間帯に郵便物の区分業務を担当している約8700人のうち、約 64% に当たるおよそ5600人が、昼間の時間帯における郵便物の区分業務や、荷物の処理に再配置が可能となるものです。さらに、本法案においては、郵便区内特別郵便物の範囲拡大が盛り込まれております。本法案は、SNS や電子商取引等のデジタル化の進展などの社会環境の変化、郵便に対する国民、利用者のニーズの変化等を踏まえ、郵便サービスの将来にわたる安定的な提供を維持し、国民、利用者の利便を確保するために必要な措置であり、急増する荷物の配達ニーズに対応できるようになるものです。本法案は、郵便事業に携わる方々の労働環境の改善、生活の質の向上といった働き方改革に資するものであり、人材確保にとって重要なことから、速やかに成立させるべきであります。以上申し上げまして、私からの討論といたします。ありがとうございました。これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。法案に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、立花慶一郎君ほか5名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党社民無所属、公明党、日本共産党、日本維新の会無所属の会、および国民民主党無所属クラブの6派共同提案による付帯決議を付すべしとの動議が提出されております。提出者から趣旨